ちなみに日本やから地味に違うけど似てるねってみかなさんが言ってくれました。チェンナとツイッターでラリーしてて嬉しかった。え、そうでもアナと喋ったよ。あーイケチェンナだってカウントダウン TV フェストポに手続いてた。そう、あの美咲が気合い入れたい時とか勝負ヘアがポニーテールやから音楽番組とかでもポニーテールばっかりするし、そういうフェスとかでも気合い入れたい時はポニーテールするから。そうだからさ、カウントダウン TV の時とフェスの時衣装も一緒やからさ、同じ写真使ってくれ、同じ写真使ってるんじゃないかなって思われてないかなってちょっと不安になった。ちょっとでもそうそう昨日はね、昨日はねって言ったけど何を落としたか忘れた。メイク配信見たいな。ほんまに興味ありますか私のメイク配信。明日の午前中ならメイクするけど、その時配信、いやでもどうしようかな。明日やる、どうしよう明日ちょっとお昼からお出かけをするからね。メイク時間はね、なんか髪の毛も全部やるってなったら、うん、余裕見て2時間はいつも考えてる。あのほんまに最近準備がめちゃくちゃ遅くなっちゃって、そのもともとその学校とか行く時にもさ、まあ、ちょっと軽くメイクしようって思った時とか、まあ、30分、まあ、40分あればご飯も食べれたし髪の毛もできたしメイクもできたしやのに、もう最近マジで時間かかるから、もう学校の時とかね、そう朝とか起きる時とかもめっちゃ疲れるというか、朝からなんか動くなと思いね。でもメイクするのは苦じゃないんですよ。落とすのが苦やから、やるときは楽しいからね。メイク落とす配信するしか、なんかさ、こうすっぴんの状態からメイクしてが完成しましたはいいけど、なんか完成した顔から落としていくのちょっと嫌じゃない、なんかなんか嫌なんやけど、すっぴんを見せてるのには変わりはないけど、歴史クイズすごかったね。どうも。そうほんまにマジで結構歴史は美咲も好きというか、なんか一番勉強がはかどる教科で、受験生の時中3の時はめっちゃ勉強したのよ、歴史だけ異常に。だから歴史は結構得意ですね。鎌倉時代らへんとかはあれなんよ、
江戸時代までしか詳しくない。あの近代現代あたりはちょっと難しいから、あの本当に農地改革とか、なんか殖産工業とかそういう4文字系がいっぱい出てくるときはからちょっとやる気なくなって、あんま勉強してないんでわからんけど、江戸時代ぐらいまでは結構めっちゃ勉強してましたね。ちょっとマジで答えれる自信ある。歴史は得意ですよ私。数学がめっちゃ、数学はほんまにでき、壊滅的にでき。あ、富国強兵はちょっと嫌いですね。農地改革とかも分かんないです。国高に、なんか国高が 2.5 倍か、今川義元でどうやってる坂田なんかは可愛すぎてニヤニヤした。いやでもあれ正直今川っていうヒントがなかったらわからんかった。なんかそのこの戦いで活躍した人は誰でしょうだけやったらちょっと怪しかったけど、なんていうの、人の名前では覚えてるからちゃんと。あれその人が何したかって言われたらちょっとやっぱり記憶力がなくなってる。最近日本史じゃなくて世界史の方やったりしてたから、日本史がほんまに好きな武将は勝海舟です。邪馬台国はなかったとか聖徳太子はいなかったとか歴史は変わり続けてます。あれよね、何やったっけ、源義経がチンギスハンみたいな説もあるみたいな、ありますよね。勝海舟は武将ちゃうわ。いやなんかちょっとイケおじって感じせえへん、勝海舟。好きな武将って別におらんからな、そういう目で見てないもん。じゃあこの人好きやなっていう目で。この人何々したんかぐらいでしか見てないもん。坂本龍馬が教科書から消えてる。あ、そう。え、坂本龍馬ってなんで教科書から消えたんですか？消えるんですか？あんまり活躍してないってこと？どういうこと？なんでなんやろ。結局坂本龍馬がいなくなっちゃった理由が不明すぎて、人々のモヤモヤが取れなくなっちゃうから。10時から身体測定配信だね。あと5分ぐらい ?6 分ぐらいか。皆さん見てください。私は身長伸びているのか。え、サクパンって誰が好きなんやろ、歴史の人。サクパンもそういう意味で見てないかな。なんでそんなみんな伸びてないとか縮んでるかもって言ってくんのよ。わからんやん、まだまだわからんじゃん。まあまあまあ、それは10時からの配信で、配信のお楽しみなんでね。い
外と運動神経抜群ではなくて、西条って読むのこれ、あの好き。いやほんまに運動できひん。え、なんかだってなんかわからん、美咲の性格というか、美咲はこう別にもともと両方できるわけじゃないのよ。で練習して運動が上手くなるか、勉強して知識がつくかって考えた時に、勉強して知識入れる方が早いんですよ、性格的に。運動本当に上手くなる見込みが全くなくて、それやったら勉強した方が頭に入るし知識増えるしと思って勉強の方を頑張りましたね。まあでも一番は受験生の時にほんまに高校に、この高校に入りたくて、でもやっぱ偏差値とかいろいろあるじゃないですか、受験って。だから絶対入りたかったからめっちゃ勉強しましたね、高校、あ、じゃあ中3の時に。めっちゃ勉強した中3の時。だから地頭とかはそんなに良くない、なんか勉強したら頭に入るタイプやし、効率のいい勉強の仕方、自分に合った勉強の仕方は自分ではちょっと掴めたので、やったらできるタイプ自分でこんな自慢げに言うのも恥ずかしいけど、ほんまに勉強は頑張りました、中3の時。あ、あ、とか。そういう能力が一番。え、でもなんか、なんやろ、それの勉強を頑張ったおかげかもわからんけど、なんか自分に合ったなんか丸々っていうのをすごく最近わかるようになってきたというか、それこそこう NMB 入ってからやったら振り起こしとか、自分に合った振り起こしの仕方とかもなんかわかるようになってきたし、なんかなんやろ、復習とかポジションの復習とかもこうやったら効率いいとかも分かったし、なんやろ、こう中学の時に勉強をして、ただ勉強した結果そういう問題が分かるってなったよりは、勉強のをしたおかげで勉強の仕方を分かるようになりました。何の音何の音やろ、びっくりした今。そう、自分に合った方法を絶対でも皆さんいつかつかめます何を言って、別に先生でもないのに。いやでも美咲はそのあの時頑張ったおかげで今こうして自分のやり方をすごく見つけることができてるから。そうだからさ、ほんまに思ってたよ中学の時は、え、こんなところ勉強して将来役立つんかみたいな思ってたんですよ。でもみんなも思ってる人おると思う、そのここのテストの範囲で。それこそ歴史とか覚えたところで何に使うねん、絶対思ってたと思うよ、美咲も思ってたし。でもそれって歴史を勉強してどうなるとかじゃなくて、その歴史の勉強の仕方からなんか学び方がわかるみたいな、だから勉強は必要なんやってやっぱり思いましたな何を熱く語ってんねんって感じだけど、そう、昨日、まあ、ちょっと昨日はね気持ちが良かったのであんなに正解できて、もう本当にラスト1問悔しかったけど、ちょっと調子に乗っちゃいました今の配信でごめんね。なんかちょっといいことあったらすぐ調子に乗っちゃうから
気をつけます。じゃあちょっと切れちゃいそうなんでランキング読みますね。13位、お祭りじゃーさん、ありがとうございます。お祭りじゃーん12位ゆうすけさん、ありがとうございます。11位のりくん、ありがとうございます。10位まーくん、今日はめっちゃレスくれたやん、ほんまにありがとうね、コールもいっぱいありがとう。9位まいちゃん、公演めっちゃ楽しかった、今日も一番好き、ありがとう。8位ぐるさん、ありがとうございます。7位リキアさん、あさってのアベノキューズモール行くよ、あ、ありがとうございます。6位のむむさん、ありがとうございます。5位たけぼうさん、一番後ろの席でも楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとう。4位ともひこさん、ありがとうございます。3位ジョセフさん、ありがとうございます。2位チュンチュン、最善吐きそうでした最善緊張するよね、ありがとう。1位神谷さん、ありがとうございますもうじゃあ今日は配信切れるまで、はい、つなげとこ、もうちょっとで終わっちゃいそうな気がするけど、今日みさきコール頑張ったんやけどな、バイバイ。聞こえてたよ、配信ありがとう。いやこちらこそ、あそうや、10時から身体測定の動画見ます。そうや、みさきの配信が10時で多分終わっちゃうから、その後は NMB の公式の YouTube で身長の動画が公開されるのでぜひ見てください伸びてるかな、伸びてる。でも自分の感覚的には伸びてる感じは一切ない。寝る時とかにさ、なぎさ最高のさ、カフェでみんなで話しててもの振りがずっ頭から離れへん。あ、もう終わっちゃう、ありがとう。皆さん配信見てください、ありがとうございました。バイバイ。